今日からゴールデンウィーク10連休がスタートです。寒いな。アレクサに本日の天気を聞いてみる。現在曇りでところどころ晴れ、気温は摂氏10度です。今日は一日を通してほぼ同じような天気で、予想最高気温は15度、予想最低気温は5度です。10度か、そりゃ寒いですね。ゴールデンウィーク第1日目は掃除をしようと思います。時間があるので、いつもより大掛かりな掃除をしようと思う。その前にコーヒーを入れてそれを飲みつつ朝のスキンケアをします。それが終わったら掃除。まずは窓掃除をします。これは普段やってるお掃除と同じです。窓掃除で使うものはこれだけ。ダイソーの網戸ワイパーとそれ用のシートに、ダイソーの使い切り手袋と輪ゴム、ゴミ袋です。週に1度くらいの頻度で窓掃除してるので、そんなに汚れてないのでこれだけでこと足ります。窓の汚れに直接触るとすごく手荒れするので手袋します。外れないように輪ゴムで固定します。網戸ワイパーにシートを装着。網戸だけでなく窓もこれで拭きます。これだけだと拭きムラが残ってしまうので、気になる場合はこの後空拭きするのがいいでしょう。私も以前は窓の存在がわからなくなるまで綺麗に磨く派閥の人間でしたが、それを会社でしてたら上司に、そんなに綺麗にすると外から中が見えそうで嫌な感じがすると言われまして、ああ確かにそれは言えてる。それからは多少ムラがあってもいいかなと思うようになりました。窓を拭いたシートは裏返しに折って、四つ折り、さらに折って、窓の上部分と横部分を拭きます。使える部分は全部使います。それが終わったら網戸を拭きます。それが終わったら、さっきと同じようにシートを折って下の部分を拭きます。さらにそれが終わったら、窓の鍵など細かい部分や拭き残しがあればその部分を拭きます。2箇所窓があるので、もう一つの窓も同様にします。そして最後に窓の手前の部分を拭いて完了です。所要時間は30分かからないぐらい、急げば15分でできます。週1で30分、15分というと1年単位で考えるとかなり掃除に時間を費やしていることになりますが、そうなんだけど、これをやると部屋に綺麗な空気が入ってきて気持ちよく休日を過ごせるようになるので、割には合ってると思います。窓の次は鏡を掃除します。母の嫁入り道具、年代物です。いつも拭くだけだけど、今回は鏡を動かして床も掃除機をかけます。これがあったので今回はこれで掃除します。一通り拭きまして、鏡を動かしたらいつもらったか記憶にないクレドフォーポーテのサンプルが出てきました。もったいないけど、いつのかわからないものは使えないね。鏡をどかしたらすごいホコリが溜まってることがわかりました。家具の裏ってどうしてこんなにホコリが溜まるんでしょうね。掃除機をたっぷりかけてきれいにしました。そして鏡を元の位置に戻して、中のものも同じように戻して完了です。次はカーテンを洗濯します。外して洗濯機へ持っていきます。洗濯してる間にカーテンレールや部品を拭いてきれいにします。そうしているうちに洗濯完了。お昼
昼の時間が近くなり、お腹が空いてきたのでパスタを作りました。ガスレンジ汚れてますね。母が許可をくれたら、連休中に時間があったらここも掃除したい。パスタ完成。マイルドな味で美味しかったです。無印のパスタソースなかなかいいですね。また無印に寄る機会があったら買おうと思いました。ご飯を食べた後はポッドキャストライブを聞きながらまつげパーマしました。今まで時間なくてできてなくて、久しぶりに当てることができました。これで今日やろうと思ってたことは全て完了。やっぱり連休は心に余裕があるからか、やることがはかどりますね。あとはゆっくりお茶を飲みながらネットフリックスでドラマを見ます。佐々木紀子先生原作のドラマを見ました。これめっちゃ面白かったです。原作も読んだことあるんですが、原作と雰囲気が変わらない。ゴールデンウィーク中に地域によってはテレビで放映されるようなので、もし見れる方はぜひ見てみてください。